皆さん、こんにちは。囲碁が大好きな、クラステンヌのクーロンです。歴代の内閣総理大臣の中には、囲碁の愛好家も多くいましたが、今回の囲碁人物伝ダッシュは、その中でも、かなりの囲碁の実力者と言われた、第52代内閣総理大臣、鳩山一郎と、その一族について紹介します。一郎、孫の幸男と、二人の総理大臣をはじめ、多くの政治家を輩出した鳩山家は、もともと、美作の国、現在の岡山県にあった、勝山藩の藩士で、一郎の祖父、鳩山博房は、鳩山家の養子となり、幕末期に、江戸留守居役として、藩邸を取り仕切っていました。一郎の父、鳩山和夫は、博房の息子で、開成学校卒業後、明治8年にアメリカへ留学し、コロンビア大学やエール大学で法律を学んでいます。留学中の明治10年に、父、博房が強盗に殺害され、悲嘆に暮れる中、周囲の支援もあり、法学博士号を取得後、明治13年に帰国し、東京帝国大学の講師や弁護士を務める一方、明治14年に、旧信州松本藩士の娘、多賀春子と結婚。2年後に、長男の一郎が生まれています。その後、東京府会議員を経て、外務省書記官、取締局長を歴任、帝国大学教授を兼任していましたが、大隈重信が結党した立憲改進党に参加し、明治25年に衆議院議員に当選すると、連続9回当選を果たし、衆議院議長などを歴任しています。また、大隈に請われ、明治23年より17年間、東京専門学校、現在の早稲田大学の校長を務めるなど、大隈の側近として活躍していきます。ところが、明治31年に第一次大隈内閣が誕生した際、和夫は大臣に任命されず、外務次官止まりの米軍であったため、次第に大隈との間に溝ができ、ついに、明治41年に、大隈と対立する立憲政友会へと移籍。その後、東京弁護士会会長などを務め、明治44年に55歳の生涯を閉じています。囲碁の愛好家であった鳩山和夫は、後援者から2、3段クラスの棋士を自宅へ招き、指導を受けていたそうです。しかし、実力は、ザル語の中では、ちょっと打つ方だと評される程度で、指導を受けている和夫の横で、妻の春子が、いろいろと助言する姿が、たびたび見られたと言われています。和夫は、日曜日には、なるべく子供と触れ合うようにしていたそうで、囲碁や将棋に興じることもあったそうです。ただ、息子の一郎が、囲碁の実力者となったのは、父親より、むしろ、母親の影響が大きかったと言われています。教育家として知られた母の鳩山春子は、共立女子大学創立者の一人で、一郎を夫の後を継ぐ政治家として育てるために力を注いでいます。そんな春子が唯一一郎に認めた娯楽が囲碁だったそうです。当時、有力な政治家には囲碁の愛好家が多く、囲碁は政治家として身につける教養の一つと考えていた春子は、自ら上級者に習い、それを一郎に伝授しています。春子は、囲碁の対局で、一郎に、待ったを許さなかったそうで、後に、一郎は、母の囲碁の指導により、政治家としての決断力が備わったと語っています。春子の努力もあり、大正4年に衆議院議員に当選した一郎は、立憲政友会所属の論客として頭角を現し、文部大臣などを歴任します。ただ、昭和5年に開催された、ロンドン海軍軍縮会議の条約批准問題では、内閣が軍縮を論じるのは、天皇の統帥権の干犯にあたるとして、浜口内閣を激しく攻撃。後に浜口首相が狙撃される、遠因となります。さらに、鳩山は、狙撃事件で重傷を負い、静養している浜口首相へ、再三にわたり国会出席を要求し、
傷を押して出席した浜口首相が亡くなったことから、首相は鳩山に殺されたとまで言われています。野党として政府を責めるのは当然のことではありましたが、鳩山は結果として軍拡を進める軍を支援する形となり、戦後に GHQ により公職追放されることになります。以後については、大正15年に日本棋院と対立する狩金純一ら有力棋士5名により設立された棋聖者との対抗戦を読売新聞が企画した際、日本棋院副総裁大倉喜七郎が拒絶したため、鳩山一郎が会費は卑屈だ、もろ手を挙げて試合に応ぜよ、と読売新聞に談話を掲載し、院社対抗戦の実現を支援しています。関係者の努力により開催にこぎつけた院社対抗戦は、かつて本因坊家継承を争った本因坊秀才と狩金純一の対局などが話題を呼び、読売新聞の発行部数拡大に大きく貢献しています。鳩山一郎は昭和11年に、ドイツの数学者デューバル博士と日独伝法号を行ったことでも知られています。昭和5年に初の囲碁留学生として来日したデューバル博士は、帰国後、ドイツ囲碁連盟を創設して、ドイツでの囲碁の普及に尽力。当時、衆議院議員であった鳩山一郎との伝法号は、52日間に及び、251手までで、鳩山の七目勝ちとなりますが、東京日日新聞では、その内容を詳しく報道し、話題となります。なお、伝法号の開催は、この年に、日独位、防共協定が締結されていることから、政治的意味合いが濃い対局だったのかもしれません。終戦後の昭和21年に行われた総選挙で、一郎を総裁とする日本自由党が第一党になり、鳩山政権誕生が確実となりますが、これを嫌う GHQ により、一郎は公職追放となり、後継総裁となった吉田茂が首相に就任します。一郎は、その後、追放解除間近の昭和26年に脳梗塞で倒れ、こうした不運続きが、世間の同情を買い、ワンマンであった吉田茂に代わる、鳩山政権待望論が高まっていく結果となります。政界に復帰した一郎が結党した、日本民主党が、第2党に躍進する中、昭和29年に、造船疑目による指揮権発動で吉田内閣が退陣すると、鳩山一郎が内閣総理大臣に就任。その後、日本自由党と日本民主党は合併し、現在の自由民主党が結党されます。目まぐるしく変わる政局の中で、一郎が首相まで上り詰めることができたのは、囲碁により育まれた決断力のおかげなのかもしれません。首相在任中、日本とソ連の国交回復に尽力した一郎は、3期目の昭和31年に、日ソ共同宣言による国交回復を見届け、政界を引退。昭和34年に亡くなっています。鳩山一郎の長男、鳩山伊一郎は、大倉事務次官を経て、昭和49年の参議院選全国区で初当選。当選1回ながら、福田内閣の外務大臣に抜擢されるなど、将来を大変期待されていましたが、病気がちで、3期務めた平成4年に政界を引退し、翌年に75歳で亡くなっています。伊一郎も囲碁が好きだったようで、文京区音羽の鳩山家の邸宅であった、通称音羽御殿。現在の鳩山会館には、伊一郎の三段の免状と愛用の碁盤が展示されていました。伊一郎の妻、安子は、世界最大手のタイヤメーカー、ブリヂストンの創業者石橋正二郎の長女で、両家の巨額の遺産を相続し、平成25年に亡くなるまでゴッドマザーとして君臨。長男の鳩山幸男氏が民主党を結党し、平成21年に第93代内閣総理大臣に就任できたのも、その豊富な資金力によるものだと言われています。なお
鳩山幸雄氏が囲碁をたしなむのかは定かではありません。